どうかしたんですか？いや、ちょっと困ったことになっていてね。俺は狩人なんだが、最近同じく狩人が天職のやつが村に出入りするようになったんだ。一つの狩場に二人の狩人がいるわけですね。そうなんだ。そのせいで毎日の稼ぎは減ってしまってね。その人はこの村の人じゃないんですか？ああ、どこから来たのかを聞いても要領を得なくてね。狩場が被るなんてことはあるのか？聞いたことはないけど、天職はそれぞれの村や町で与えられるから、偶然指定した狩場が他の村の人と被ることはあるかも。そうか、禁忌目録を犯しているって感じでもないし、人口が増えた結果起こった弊害かもな。ひとまず私たちでその狩人と話してみましょう。彼に天職を与えた人物が分かれば解決できるかもしれません。私も同意見です。由々しき行為です。その狩人ってのは普段はどこに？おそらく狩場だろう。もしくは、おっと、あいつだ。ちょうどやってきた。なあ、あんた。なんだ？狩人と狩場が被っているそうだ。すぐにやめろ。おい、メディナ。狩りをやめろって、なんでだ？この村の狩人が狩るべき獲物も貴様が飼ってしまっているのだ。だから貴様に天職を与えて狩場を指定した者にそのことを伝えてほしいんだが。別に俺は誰かに狩人をやれって言われたわけじゃねえよ。ではなぜ？それはもしかしてあんた記憶がないのか？え、まさかベクタの迷子？こいつが噂の。どこから来たかも覚えてないのか？そうだよ、記憶がねえんだ。目が覚めたらここにいた。リアルワールドのことは何も覚えていないのか？菊岡って名前に心当たりはないか？一体何のことだよ。そんな風に根掘り葉掘り聞かれるのが嫌で誰にも言わなかったんだけどな。悪いな、何も覚えていねえ。そうか、すまない。リアルワールドからこの世界に入ったのなら当然ラースがログインさせたはずだ。記憶をロックされているのなら情報は何も得られないか。とはいえロックされた記憶のエリアが広すぎる気がするが。それじゃ俺はもう行くぜ。待ちなさい。なんだよ。まだ話は終わっていない。記憶がないのだとしても村人の邪魔をするのなら。うるせえな、俺が何したって言うんだ。これ以上構うんじゃねえ。メディア。いいか、よく聞け。貴様はただ村人の天職を邪魔したのではない。村人の使命、そして彼のすべきことを奪っているんだ。他人だろうと人の存在意義を奪うような真似は許さない。メディナだ。なんだ？悪かった、俺が間違っていた。俺自身記憶がなくて何をすべきかわからなくて不安だったんだけど、あんたの言う通り他人の役割を奪うなんてことしていいはずがないよな。大切なことを気づかせてくれてありがとう。あんたは救世主だ。そこまで言われるようなことはしていないが、分かってくれたならばいいだろう。今後は村の狩人とよく話し合い、適切な狩場で天職を果たせ。分かった、行くよ。すごいねメディナ。ええ、強情そうな男でしたがうまく解き伏せましたね。素晴らしい説得でした。私にも使命があります。それを邪魔されたと思ったら少しムカついてしまっただけです。とはいえ
これで解決だね。ええ、先へ進みましょう。キリト君。ああ悪い。そうだな、俺たちも行こうか。さっきのベクタの迷子、やっぱり何か気になるの？ああ、まあな。菊岡さんたちと連絡が取れない状況でログインしてきたんだもん。気になるよね。それにベクタの迷子が最近増えているって話があるだろう。まさかその人たち全員が私たちみたいに現実世界から来た人だっていうの？あくまで予想だよ。 STL の数も限られているだろうし、だいぶ破綻した推理だとは思うけどさ。まあ何にせよロックされた記憶の範囲は広そうだし、彼らから情報を得られない以上答えはわからないな。そうだね。あともう一つ気になったことがある。さっきのメディナの説教のことなんだけど。かっこよかったよね。思わず圧倒されちゃった。まあとはいえあっさりとメディナの言葉を受け入れすぎじゃないか。見ず知らずの人に説教されて改心しておまけに救世主だなんてさ。それは言葉のあやでしょ。本当にメディナを崇めて心の底から救世主と呼んでいるように見えたけどな。どうしたものか。なんだ。少しいいですか。おう。いや、どうしたものか。はあ、助けてくれ。わかりました。頼んだよ。さてと。ああ。Thank you.
なるほどね。どう思う？ああ。Thank you.
する。動きを止めるぞ。
食らえ。次頼んだ。よし、やったわ。ああ、終わったね。ありがとう。どういたしまして。おう、さてと。だけど、そういえば、ああ、この音は飛竜。何か緊急のようかもしれないな。話を聞こう。以上がベルクーリ騎士長からの伝令です。
魔獣討伐か。指令は受け取りました。直ちに向かいます。それではお願いします。私は別の任があるため失礼。では早速目標の魔獣を探しましょう。ああ、急ごう。